こんにちは。こんにちは。うちのあちらのお時間です。なんか今日被ってない。ボーダーなんですけど。今日はですね。国吉氏が、はい、ちょっといない。お休みということで。すいません。全国の国吉さんファンの皆様、ボーダー二人でお届けするという。しかも急に会えたからメガネっていうね。そうそう、いいんですよ。アラベちゃんなんですけど、はいはい、なんですけど。国吉氏が休みということで、はい、いつも仕切ってる国吉氏がいないので、うん、いやもう今日は白間が近所トークをしようかな近所トークをしようかなと思いまして、はい、つい先週今週の日曜日に実はちょっと、うん、あの撮影に行ったんですよね。そうなんですよね。フットサルの一日お疲れ様でした。沖縄県でなんか活動してるフットサルチーム、うん、女子のね、女子のそうの大会がありまして、ちょっと縁があり撮影することになりましてね、はい、で ONETV が、まあ、仕切ってたんですけど、今頑張って編集して、そう、まあ、ちょいちょいもう YouTube に上げてるので。あ、本当ですか。全試合を撮ってますからね。全試合撮りましたよ。ええ、本当に。まあ一日ね、うん、フルでね、だったので、まあ普段、まあ、撮影に行くって言っても2、3時間ぐらいないですか、先生。そうですね。で基本あともうずっと座ってるじゃないですか。うん、座って作業とかするじゃないですか。まあ午前中何回で疲れましたね。だれたよね。早かったよね。疲れよく早かったよね。だれたマジで。で途中で私なんかもう栄養ドリンク欲しいですとか。そうそう言ってた言ってた、ね、そんなして頑張って撮った映像が、はい、どんどん YouTube の ONETV のアカウントに、いやあのそのダイモンカップのアカウントがあるので、うん、あ大会のねフットサルのね、あの ダイモンカップって検索したら出てくると思うので、はいはい、それから見ていただけたらなと、はい、出場した選手の皆さんお疲れ様でしたですけど、すごいいっぱいいましたね。いたね。こんなにチームあるんだって。ほんとね、女子の、うん、それ結構なんかママさんチームも多かったよね。なんかすごかったね。多分うちらより皆さん年上じゃないですか。うんうんうん、うちらより若々しかったよね。そうほんとにずっと走ってたしね。そうすごかった。まあその YouTube もね、はい、見ていただければと思います。 ONETV はそういうの結構やってるんですか、いろんなところに撮影行くの。まあ最近なんかドリフトを取りに行ったりとか結構頻繁にあるんですけど、イベント日曜日は、はい、またフットサルとは別舞台がドリフトに、うんうん、ドリフト撮影に、うんうん、あとみかんの方ですかね、うんうん、行ってきたみたいで。出張撮影ね、はい、意外と少ないね、出張撮影ってね。うん、どうある。えでもちょいちょいかな、あると、うん、あったりなかったり。じゃあまた沖縄でイベントする時はね、ONETV に出張撮影をね、お願いしたらね、ちょっとこんな可愛いこと、その他の友達が撮影に行きますよと。自分たちで言っちゃってるけどね。うん、っていう感じなんですけど、はい、まあそんな近況ですね。はい、近況です。はい、以上近況でした。早っ。違うんですよ、同じ国吉氏がいないと。まあね、そうなんだよね。どうしていこう。こうなっちゃうんだよ、どうしてもね。ちょっと。どっちも仕切るタイプじゃないか。一刻も早く戻ってきてほしいんですけど。はい、早く帰っといて。ということで、もうじゃあもう毎週やってる映画のコーナーもすぐパッパパッと行きましょう。行きましょうね。もう行きましょう。はい、じゃあじゃん。じゃん。お、今回紹介するやつはですね、今ちょっと一番バイオレンスで衝撃的な作品だと思うんですけど、これですね。話題の。はいはい。凶悪っていう映画ですね。ですね、これはね、ノンフィクションなんですよ。そうなんすか。で、大ヒットした小説を元に映画化してるんですけど、まあ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 すごいっすね。まあすごいらしいですね、なんか。ですね、こっちか。死刑囚の告発を元に、ジャーナリストが闇に埋もれた殺人事件を暴き、殺人逮捕へと導いた話。ね、この元々お話がね、これが、ベストセラーでノンフィクションの作品小説で、身長45編集部、もうだからあの警察が調べたとかじゃなくて記者が、ああもう独自に調べて、そう記者が取材して調べてこのこいつ
が犯人ですみたいなになった、作品物語なんですけど、人間が内に秘める心の闇へ切り込んだクライマルサスペンスとして完成しましたということで、まあ、主人公はですねここに写っている山田孝之さんなんですけど、これがあの事件を追うジャーナリストの役で、ですね、その脇を固めるのがピエール・ダキさん。この人がですね死刑囚の役なんですよ。もともと暴力団の組長で死刑囚が決まっていて、でそれでちょっとジャーナリストに話があると来てくれないかっていうことで、山田孝之さん演じる何さんかな、まあ、とりあえずジャーナリスト呼んで、実はみたいな、自分には余罪が3つある。3つも3つある、まだあの事件としてなってない、事件すらバレてないってこと。そうそうそう、バレてないの3つあるって告白して、それでこの全てに絡んでいるのが先生って自分この人のボス的立場なのかな、はいはいはい、を演じるのがこのリリー・フランキーなんですね。この3人が、まあ、主にいるキャストなんですけど、3人ともすごい、まあ、個性的で すごいんですよ。あの ね、 すごいね、なんていうの、まあ、凶悪は凶悪なんですね、作品通りなんですけど、なんかそれと一緒になんかこの内に秘める闇的なやつとかがもういろいろあって、極限のドラマ、人間ドラマですねが描かれるということなんですが、まあ、ちょっと物語はこんな感じ で、他にもまあちょっとキーパーソンというか、まあまあよく出るような物語で、架空にいるような出演者がこの方で、池脇千鶴さんは、山田孝之の奥さん役、奥さん役でちょっと出てまして、まあ、この人の演技にも注目していただきたい。演技派ですからね。演技派です。もうね、なんかね、いろいろ調べてたんですよ、これ今週はこの映画を紹介しようと思ってね、でこの見た人の感想とかもある程度、まあ、見てみるじゃないですか、予告も、予告からもすごくて、予告、私も見たんですけど、怖くない、怖い正直怖い予告からしてうわーってなったんだけど、そう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 、もうなんか狂ってるよね、どっちかっていうとね、そういう感じなんですけど、予告も見て、であのこの見た人の感想なんですけども、ほぼいろんな人もいろんな感想が書いてるんですけど、みんな口を揃えて言うことが気軽におすすめできないみたいです。てかもう満を持して見てほしいってことですよ、そう見るならあのちゃんと一回予告見て一回心の準備をとっとしてそうそうそうというのもですね、これは R15 あ指定されてて、まあなかなか過激というか、そういうシーンが多いらしくてですね、まあ、あの記者会見で、まあ、共演者の方が語ってたんですが、見た後ハッピーにはならない作品でしたまあ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 、ええ、これは、ね、まあ、ちょっとなんか今日映画見たいな、これ見れるみたいな感じではいかない方がいいと思う。そうそう、あのデートとかには向きませんと絶対無理だねいうような作品で、まあ、みんなが口を揃えて怖い怖いと言ってるんですね。でまあ、ノンフィクションってところが怖いですね。そうそう、その監督を務めたのが今回長編映画を初めて監督した指定士和也さんっていう人がこの作品の監督を務めています。この人もなんかちょっといろいろ怖いみたいなことを言ってたような気がします。そういうことでねそう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 。でね、まあ、作品の人気なんですが、まあ、こういう風に2人がもうただただ凶悪、怖いところね。そう、このね、でも怖そうな雰囲気出てるもんね。そうなんですよ、もういろんな殺しやってんのかな、きっと。で、まあそれを調べるジャーナリストとかですね、まあこれが組長の時の、まだ死刑囚になっていない時ですね、ピエールさんなんですけど、リリー・フランキーがね、まあ怖いこの人一体何者なんだっていうねまあ怖いっすよ本当に。なんだろうね、先週かな、先々週から紹介した、そして父になるっていう福山雅治さんの映画で出てて、すごい穏やかそうな役やってたじゃないですか。で、その後にすぐこれ、これなんで全然違うみたいな、超怖いですよ、もうマジで役者って怖いね。そう、なんかすごい怖くて、
でですね、そのリリー・フランキーさんはですね、この映画について見た後に嫌な気分にはするけど、なんかすごいの見たよって言いたくなるような作品ですと語っていました。ハッピーにならないけど、そうそうそう、まあ、口を添えてるのはみんなハッピーにならないと、きっと見た後嫌な気分になると言ってるんですけども、そこまで言われたらちょっと逆に見たくなるよね。そうどこまでなのかって。そうなのよ、ちょっとなんかなんかね、そうそう、怖いものを見たさみたいな感じで、逆になんかちょっと誘われるんだけど、まあこんなっていろんな周りから言ってるので、私らは正直胸を張っておすすめですとは言えないんですけど、まあとりあえず沖縄でですわ、沖縄では9月21日から公開してまして、これは公開中か、そうそう、で、沖縄で上映しているのは桜坂劇場ホールのみで上映されています。はい、なのでまあ気になった方はね、一回予告編を見てから映画館に行ってほしい。あと一人で行かないかも、行かない方がいいかもしれない。なんか友達連れてきたくない。でも友達連れてって、連れてた友達もなんか分からなかったりして、どうなのかなって思うし、ちょっと様子見な感じ。そうそうそう、だからねちょっとあれなんですけど、まあ、ちょっと後ろは個人的にはすごく見たいです。ちょっと気にはなってますけど、怖いけど。まあそういう作品です。はい、はい、でですね、今週の、クイズなんですが、はい、このリリー・フランキーさんに、はいはい、生放送なんで、リリー・フランキーさんって何屋さんか知ってますか。もともと小説家、うん、とかではない、ですよね、物書きさん、そうそう、とかイラストレーターとかマルチタレントとか、まあ、幅広くやってるんですけど、うん、なあの色気があるじゃないですか、まあ大人のね、でちょっとエッチで有名な感じですね、うん、サラーと言っちゃうよね、そうそう、スケベなイメージがあるんですけど、うん、そんなリリー・フランキーさんは数多くの名言を残してまして、はい、その名言に関するクイズです。はい、じゃじゃん、こちら、40万稼ぎたいというよりも〇〇になりたいとかっていう方がファンタジーだよね、っていう名言を残しました。だって何になる方がファンタジーだと思ってるんでしょうか。ファンタジー、うん、ファンタジー、これね、あのね、本当に本当にいい、いいリリー・フランキーなんだよ。え、あ、で、まあ似たようなこのちょっとスケベ名言っていうの、うん、え、そっち方面そう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 、あ、そっち方面なの、そうそうそう、っていうのが何個かあります。ちょっと紹介しますね。例えば、俺はバチカン四国ぐらいの面積の小さい下着が好きなんだ。あ、なるほど、なるほど、そう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 、はいはいはい、とか、下着は履いている方がバカバカしいくらいの下着が好きなんだ。なんし下着が好きなんだよ。とりあえず、これは重要なヒントですよ。重要なの、うん、ということで、何になりたい、何になりたいのが言っている方がファンタジーなんでしょうか。え、下着になりたいってこと？お、え、っていうことだよね、今の話からしたら。え、そういうこと？下着でいいですか？うん、ブブ、そういうことじゃないの今の話。惜しいんすよ。え、なになになに、ティーバック、そっち。あ、そこだけピンポイントなんだ。そう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 、ティーバック。40万稼ぎたというか、もうティーバックになりたいというのが話だよね。リリー・フランキーしかいない名言じゃないですか。確かに、普通の人がいたら、普通のおっさんがいたらただのセクハラっていうね。そう、ちょっとみたいな。何言ってんだよおっさんみたいな。だけど、この人が言ったらなんか、ああ、そうそうそう。そんなリリー・フランキーはですね、はい、まあ、この作品ですごい怖い役なので。普通のおっさんって言ってますけど。そう、なんで、まあ、そこにも注目して、はい、まあ、見れる方は見て、足を運んで、そうですね、満を持していただきたいんですけど、うん、こんだけ言われると私もね、ちょっと気になるよね、うん、どんなに怖いんだろうとか、そうそう、いろいろ気になっちゃうんで、まず絶対予告を見てから行ってね。ね、うん、っていう感じの映画情報でしたが、はい、今日はこんな感じで終わりますか。早っ。短い？今日短い？大丈夫ですか？大丈夫じゃない？普通？ってちょっと、ケニア先生がいなくてこうなるんだよね。そう、困っちゃう、マジで困っちゃうね。なんか戻ってきてくれないとっていうことなんで、はい、また来週は元気に
国吉市の国吉市とともにお送りしますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで以上、うちなっちゃんでした。また来週。さよなら。